とりあえず肩かな。肩、はい。普段どうですか、肩こりとか、あと他骨、体の首、首、はい、あ、なんか首きそう。見てわかるんですか。いや、なんか人間のタイプってあるじゃないですか、はい、だいたいこの人デスクワークしてそうだな、頭良さそうだな、メガネしてるから。あ、そういうことか。だいたい統計で見たらだいたいわかるんですね。わ、ちょっと見ますね、はい、肩は、あ、そうなんですね、ちょっと左肩に硬いね。なんか力が入ってるみたいな。左の方がね、なんでだろう。ちょっと左の方が出た。あと待って、首見ます。あ、首硬いね。首硬いから。よし、じゃあ肩から行こう。肩から行って首肩甲骨っていって、まあ、基本コースいきましょう。はい、はい、基本コース、ありがたい。なかなか起きる機会ないですよ。そうですよね。本来は起きるぐらいですか。本来は、お店の方で、1時間3800円ぐらい。おー、なるほど。でも全然ね、1時間ぐらいやった方がいい。そうか、全身やった。肩だけやったらまあ長くても15分あればいいかなって。それ以上やっても揉み返しとかなんかそういう体に毒なんで、いいものもやっぱね、適度に。そうそうそう、適度、何でも適度。あー、気持ちいいわこれ。いい、ちょうどリュック軽ってたからね。です。うん、ここら辺きついやろ。うわ、これもう、相当いいっすよ。ちょうどいい痛み。もうその、痛いじゃなくて、こう、あー、ここ、あー、痛気持ちいいって。いや、僕こんな気持ちいますよ、初めて。マッサージ行かれます？いや、全然行かない。けど、やっぱさ、すごい。マッサージもね、でも上手い人ありますからね、ほんと。この、なんていうか、この指の、なんかこうちょうどいいぐらいで、こうね、うん、力加減っていうか、これを見れる人っていうのはね、なかなかあれなんですよね。上手い人をまた経験すると、この上手さがわかる。あ、それありますね。それはあるっす、ほんと。じゃあね、ちょっとこう行って、はい、首行こうかね。はい、ちょっと前、こっちを行って。あ、前ですか。いや、気持ちいいっすね。頭痛とかあります？頭痛はないですね。頭痛はないね。ただ本当首が。え、今働いてらっしゃる？はい。デスクワークやっぱり。デスクワークではないです。デスクワークではない。はい、何？何系？何系ですっけ？サービス業。サービス業。サービス業は辛いよ。右の方が硬いな、ちょっとだけ。じゃあうまくバランス取れてますね、左肩で首で。どうなんだろうそれ。まあバランスっていうか、まあ両方筋トレが一番いいですけどね。そうですよね。じゃあ、なんかサービス料って。でもそれ以上深くは。深くは料理とか。料理じゃない。それ以上深くは。やめてやめてください、プライバシーです。いや、まあでもね、本当ね、サービス業大変で休みないじゃないですか。年末年始どうですか。年末年始もお仕事です。仕事ですよね。やっぱサービス業ってどうなんですよ。自分も一応サービス業じゃサービス業ですけど、ちゃんと休みますね。でもこんなに夜とか出てたらそんな休む時間ないでしょ。あ、いやいやいや、マッサージ楽ですよ。うん、だってほらサービス業でほら結局1日縛られるじゃないですか、はい、拘束時間があったらね。なるほど。マッサージなんかっていうのはほら1時間やって、はい、入った時に、ね、休憩やればではまた空いて繰り返してるから、そこまで効くはないんですよ。めちゃめちゃこう大変でもないし、このマッサージみたいな、いや、この硬い人来たら大変だし、はい、ちょっと次違うことです、はい、肩甲骨をねちょっとね、これもラケーションってやつからね、はい、ここでやっていくよ。よいしょ。
まあ、肩甲骨はだいぶいい感じ、凝ってもなく、指が全部入るからね、こうずっと入る。これ入らない人はこれぐらい。うわこれもう全然入らない。これやっぱでも年とかでも関係してくるんですか？ありますね。あやっぱり。いやだって人間だもん、やっぱ劣化しますからですよね。だん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 猫背がこうね。そう、猫背なんですよ。だいぶ。あーゲームしますか？ゲームはしてない。結構ありますよ、ね。もう元から猫背 で、 そうで、喘息持ってるんで。あーついね。そうなんですよ。苦しくなったら猫背になるんですよ。めっちゃ入ってるね。全然。いいけどね、でも。むしろ気持ちいい。逆に痛い人は入らないで、入らない人はもう5時入れるから、こっち入らない、こっち入らんね。あら、これ入らないよ。入らんね。じゃあこっちの方が、うん、ほら、じゃあ逆にほら、ほらこっちさ、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 ほんとや、めっちゃ入るでしょこっち何があるんだ。これだけ、要はあの筋トレ取りづらいってこと。その何がどうなったらこうなるんですか？あ、痛いわ痛い、こっち。うん。今引き剥がしてるけど。そういうことです。またの筋肉を、ね。ああ、でも気持ちいい痛さ。あ、痛ってこれは痛いぞ。引いてるってこと。うん。でもね、これはいろいろ猫背とかの改善につながっていきますので。なるほど。あのほら、猫背になるとペターンってやるやつ、筋肉はね。筋肉ペターンってやって押さえつけられるから、結局のところここも硬くなってくるんですよ。なるほど。でこれだけ硬いってことはこっち、あの右手があまり動かされてないってこと。あ、え、右手が右利きなのに、右利きなのに、うん、猫背の体勢のことばっかやってるから。そういうことか。そういうこと。だからまあ、この位置ですよね。猫背よりは背を伸ばす、背を伸ばして腕を動かす。そうしていくことで、あのこういう肩甲骨が可動域が広がって。なるほど。だからあれですよ、野球選手がもうガッツ開きますよ。これはもうこう、こうやからね、声で肩甲骨を動かしてるから。やっぱそういうことをね、ちょっとやる。兄さん、硬そうですね猫背やし、入らない自信がある。これはもう、すげえ。こちらだけにしてください。寝るまでしてほしい。でも気持ちいいよ。寝る人いいよ。いつかマッサージ体験してくださいよ、はい。いやもう体験する際はお兄さんの方が一番。あ、まあまあまあ、それは間違いないです。今はもうある程度は間違いない。どこでしてるんですか？南大分ですね。あの角に抜ける方面の道あるじゃないですか、はい、角、はいはい、CP から右に入る、はい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 、で近くにあの時はインダストリーあるんです。新しくなった時、はい、それの目の前。へえ。はい、目の前ってこっちの、その通りの目の前、通りの、あのインダーに左にちょっと入る、あれがあるじゃないですか。そうそう、左に入るところ髪切るところ、角をこう行って、はい、こうインダーあるでしょ、はい、こうへぇに一応店舗構えてます。まあまあ自分店長なんですけど、まあ従業員さんもいるんですけどね。ここを使うところでこうやってなかったら出会わない。確かに間違いないですね。俺だけ YouTuber も少ないですね。映画 YouTuber ってやってないし、全国でもあんまりフリーマッサージってやってる方って少ない。聞いたことないから気になってちょっとしてもらおうと思います。出身が南大分じゃないですか？あ、違います。自分は最近出身です。最近、うん、なんかもうマッサージかれこれ10年以上やってるけど、もうなんでまた南大分行かせようと思ったんですか？いや、なんとなくその時にあの店舗が空いてからって。なるほど。そうそうそう、もともと出張とかのマッサージずっとやってたんですけど、そういうことです。ここずっと押さえても気持ちいいやろうね、ほんと。それはもう気持ちいい。まあでもこんなもんかな。まあとりあえずは、まあ、やりすぎもあれだからね。いや、うん、これはもうまた明日も頑張れる。頑張ります。あ、仕事か、仕事、仕事だもんね、はい撮影元旦ぐらいやってるでしょ。元旦が仕事です。うわー無理せんことね。ありがとうございます。気持ちいい。ありがたいわ。これ気持ちいい。これは一番いい。ありがとうございます。ありがとうございました。さあどうかな、ちょっと肩を動かしてみて。
あ、もう全然もう軽い。全然軽い、ね。すっごく軽い。ねえ、やっぱね、さっきまでリュック買うって言うとはね、もう重たそうだもん、これ、ね。もうリュックいらないです。ありがとうございました。大丈夫です。ありがとうございます。ごめんなさい。はい。またぜひとも、南ウトですね。チャンネル登録よろしくお願いします。OK です。あの、大分県フリーマッサージ。大分県フリーマッサージ。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。